アメリカ国道1 4英号を0にしアメリカ国道1 4英号を0にしローレンス郡はアメリカ合衆国サウスダコタ州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は24,097万97人であり、2000年の21,802人から10.5%増加した。郡庁所在地はデッドウッド市であり、同郡で人口最大の町はスペアフィッシュ市である。 ローレンス軍はその全体がスペアフィッシュショート試験を構成している。ローレンス軍は1877年に初代財務官として軍内に入ってきたカーネル・ジョン・ローレンスにちなんで名付けられた。ローレンスはそれ以前にダコタ・巡州議会議員、アメリカ合衆国会員警備局長、及びダコタ・巡州連邦保安官を務めていた。退職後は、 軍道路監督官及び選挙監視員として活動を続けた。称号のカーネルは名誉称号であり、ダコタ巡州知事より送られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は800平方マイルであり、このうち陸地は800平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.03%である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。デッドウッドの北にある星草畑都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示すローレンス群は、各一つの群区と二つの未編入領域に分けられている。ありがとうございます。